SRB-3 は IHI アロスペースが製造する固体ロケットブースター。将来的に H3 ロケットの補助、ブースター、イプシロン S の第一弾で使用される。HEA、ER、ロケット、HIIB ロケットの補助、ブースター、イプシロンロケットの第一弾として使われている SRBA の改良型である。H3 ロケットでは h e や b で使用されていた。 SRBA と同規模の SRB-3 を0本、2本、または4本使用する。SRB-3 の全長が14.6メートルで、SRBA の15.1メートルより少し短いのは、ノーズコーンなどが変わっているためである。モーターケースの寸法は、SRBA とほぼ同じだが、燃焼パターンを変えたため推進薬量は約1トン増え、 打ち上げ能力が増している。SRBA での燃焼パターンは、日本形態と4本形態の2種類あったが、SRB-3 では日本使用時、4本使用時、イプシロンでの使用時、どの打ち上げでも最適な燃焼パターンに一本化されている。H3 ロケットでは、水力変更を第一弾の LE-9 エンジンに任せて、SRB-3 では、 ノズルの可動機構をなくす。また、HE や B ロケットでは、CFRP 製の SRBA の強度の問題から、SRBA は、第一弾機体とヨーブレスとスラストストラットと呼ばれる、横と斜め向きの棒状の接続部品を介して接続され、分離モーターで切り離しが行われていたが、H3 の SRB-3 では、 スラストピンでの直接接続方式になり、火薬による分離、スラスタで切り離しが行われ、この結果結合箇所が半減しかつ分離用加工品が8個から3個に減る。これにより、今までは2本のストラットがブースターの水力をロケット本体に伝えていたが、SRB-3 ではスラストピン1本でブースターの水力を伝えることになる。この分離方式は、 アメリカのアトラス V のブースターや HEA で廃止された個体補助ブースターといった小さなブースターでの採用例はあるが SRBA のような大型ブースターでは初めてである。さらに SRBA ではモーターケースの成形にオービタル ATK 社のライセンスと外国製の製造装置を使用していたが SRB-3 では国産技術に切り替えられ この結果、ライセンス量が不要になり、かつ設計や使用材料の自由度が高まった。また、水力パターンを変更して、振動を低減させ、SRBA の推進薬のバインダーが生産終了することに伴う代替品の開発が行われる。これらの変更や設計、製造工程の見直しによる、製造、検査の自動化などにより、ブースターの費用低減と軽量化が図られる。 また、SRB-3 には、強化型イプシロンドケットの第2段モータの M-35 に適用された、新規技術のモーターケース内面断熱材の、積層構造の簡素化技術や、ノズルスロート材料の製造方法の効率化技術を適用させる。さらに、M-35 の技術を適用された、SRB-3 の使用を、 イプシロンロケットの第一弾モータにフィードバックすることで SRB-3 と将来のイプシロンロケットの第一弾モータの大部分を共有化させる。2019年8月28日と2020年2月29日に認定型モータ地上燃焼試験が実施された。2回目の地上燃焼試験ではイプシロンロケット用の稼働ノズルの試験も合わせて実施されている。ありがとうございます。